スコット・ダニエル・サイズ・モアは、アメリカ合衆国、バージニア州バージニアビーチ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB ・ワシントン・ナショナルズ参加に所属。バージニア・コモンウェルス大学を経て、2006年のドラフト5巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、197,500ドルの契約金で入団。A-9、オネオンタ・タイガースで、 主に遊撃手として70試合に出場し、3本類三35打点7盗塁、打率、327だった。2007年から2塁手に転向。A 級、ウエストミシガンホワイトキャップスで125試合に出場し、4本類四48打点16盗塁、打率、265だった。2008年は、A 級レイクランドフライングタイガースで53試合に、 出場し、四本塁打二十打点十四盗塁、打率、二百八十六だった。二千九年は、AA 級、エリー・シー・ウルブズで五十九試合に出場し、九本塁打三十三打点七盗塁、打率、三百七だった。六月に、トリプル A 級、トレド・マット・ヘンズへ昇格。トリプル A 級では七十一試合に出場し、八本塁打三十三打点十四盗塁、 打率308だった。オフの11月20日に40人枠入りを果たした。2010年1月27日にタイガースと1年契約に合意。開幕ロースターに入り4月5日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューしたが打率が上がらず5月16日にはトリプル A 級トレードへ降格した。7月21日に ブランドン臨の故障により再昇格し、プロ入り後初めて三塁の守備についた。7月29日にトリプル A 級へ降格。9月5日に再昇格した。この年は48試合に出場し、3本塁打14打点、打率224だった。2011年3月22日にトリプル A 級トレードへ移動。5月2日にメジャー昇格。 17試合に出場し、打率、222だった。2011年5月27日に、デビッド・パーシーとのトレードで、オークランド・アスレチックスに移籍した。トリプル A 級サクラメント・リバー・キャッツで、プレー後、6月6日に、メジャー昇格。トリプル A 級サクラメントへ降格したケビン・クーズマノフに代わる三塁手として起用され、93試合に、出場。 11本類が52打点4投類、打率249だった。2012年3月3日に、左膝の全十字靭体の故障で60日間の故障者リスト入りし、シーズンを全休した。10月29日に故障者リストから外れた。2013年は開幕ロースター入りしたが、4月9日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦で左膝を負傷し、 4月10日に15日間の故障者リスト入りした。4月22日に60日間の故障者リストへ移動し、残りのシーズンを全休した。この年は2試合の出場にとどまった。11月20日に40人ロースターから外れ、トリプル A 級サクラメントへ降格。11月22日に FA となった。2014年1月12日にニューヨークヤンキースと、 マイナー契約を結び、1月13日に球団が発表した。トリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースで開幕を迎え、4月15日にヤンキースとメジャー契約を結んだ。4月20日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリへ降格した。7月31日に放出されたが、8月9日にヤンキースとマイナー契約で再契約した。 2015年1月2日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結ぶ。7月8日に解雇となり、8月22日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結ぶ。ありがとうございます。